はい、皆さんこんばんは。5月1日月曜日、340回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から、雨でしたですね。で今現状は、晴れておりますけれども、やっぱり日中でも寒かったです。そんな真っ白でございました。今日のゲストをご紹介いたします。真っ白町西条にあります私立西条小学校 の、 あの体育館にですね、地元 の、 あの杉材を使用してという形ですね、それをですね実現させました、あれですね、吉池隆一さん、これも長野特権の社長さんでいらっしゃいますけどもね、それと横においでになります、杉材のですね提供に協力いたしました西条財産区の運営委員長の半田正美さんにおいでいただきまして、今日はよろしくお願いいたします。まあ、あの体育館にですね杉材をシェアしたっていうその経過ですね、一応まあお二人にお話を伺いしたいなというふうに思っております。まあ、初めにですね吉池さんの方ですけども、まあ、もう西条小学校の関わったきっかけってまあどんなような形でから関わり持ってますかね、ちょっとお話しください。西条小学校はあの僕の母校でもありまして、はい、平成25年に、PTA 会長させてもらっております。はい、まあ、そこら辺、まあ、そのつながりで、地域の方々に非常にお世話になりまして、はい、今現在に至っているという、はい、あ、なるほどですね。はい、まあ、そこへ関わっていただいて、いるのが財産区の運営委員長の半田さんなんですが、このまあ機能教室っていうんですかね、まあ、ご協力いただいたんですけど、まあ、この西条のこのも今あのこれちょっと冊子お借りしたんですけど、西条財産区の歩みっていうのはね、これでもう50周年の冊子ですけども、一応これちょっとお借りしました。はい、でその中でですね、これ西条財産区の概要みたいな形ですね、ちょっとお話しいただけますですかね、半田さんの方で。西条財産区はですね、はい、真っ白町、西条が真っ白町合併するときに、はい、設立された特別公共団体の財産区です。はいはい、それでなんで西条だけ財産区を設立したかというと、はい、先ほどあのお話申し上げたように、はい、昔のおじいちゃんおばあちゃんちが明治、大正、昭和と、はい、3代にわたって植えた木がですね、はい、ちょうど30合併頃罵声適齢期に来てる木がたくさんあったんで、ええ、その木をただ真っ白町に持ってかれちゃうと困るなとなるほど。それで、うん、ぜひ、はい、市長の権限で特別財産区を設立していただいて、はいはい、今年度で60周年になります。うーん、なるほどですね。まあこれもですね、まあ、この皆さんもあれですね、私らもよく聞くんだけど、西戸財産区のところにあの枝打ちあったりとかね、下草刈りあったりとかっていう話はちらっと聞いてはいますけれども、はい、やっぱりもうずっと関わりを持ってるってことなんですか。はい、関わり持ってます。そうですか。まあ今回もあれですかね、なんかあの明日か明後日なんか、あの宮の平自然の森を活用していただいて、はい、春は育成会の子どもたち、はい、3、4年が中心かね、はい、そうですね。はい、キノコの駒落ちの体験をしてもらったり、はい、6月にはですね、PTA の会員の皆さんに、はい、子どもたちが植えたカラマツなんですけども、そこの下草刈り、あと林道の草刈り、はい、等々いろいろお手伝いをいただいております。ね、はい、はい、ありがとうございます。であとですね、これ西条のその財産区のですね敷地なんですけども、このちょっと地図見ていただくとすごいんですね。結構あの強力なあれですね、もう西条地区全部って言ってもいいですか山、まあ、色は赤く塗ったりとかってちょっと説明していただいていいですか。赤は杉です。赤が杉、はい、それで黄色がカラマツ、はい、ほんで、水色といいますか、はい、あれはヒノキです。なるほどね。であと乗ってない白地は雑木です。雑木、はい、これだってどのくらいの広さあるんですか。約260丁分です。260丁分って全然分かりませんけど、はい、まあ西条の山大体って言った方がいいですか。そうですねここから見るところ全部そういうことです。これだけどやっぱり下草刈りってこれあの常時あれですか、順番を追って買ってくるんですか。いえ、植栽した
とこありますから、まだ手を入れなきゃ木が大きくならないとこありますんで、はいはい、今年はここ買ってもらうとかね。あ、なるほどね。うちの方で全部指示して。すべてじゃなくて、ね、ええ、了解です。あの今日なんかはあの、まあ、ここ2、3日前、1週間ぐらいなのかな、あの町原センターの前でにあの大型トラックで杉材なんかあれしてるけど、はい、今それがそうなんですかね、そうですね、その伐採してるっていう形なんですか。白材産区とうちの温度と合わせて、はいはい、流し森林組合が受けてますんで、ええ、搬出すると思います。なるほどですね、はい。そうしましたらですね、これまあ一応財産区の所有という形で、まあ結構広いところを今ご案内させていただきました。元へ戻しまして、吉池さんの方ですね、関わっていただいて、この杉材を一応体育館に設置するっていう話ですけども、これはどういう話からそういうふうな話になってきたんですか。小学校のですね、毎年6月ですかね、はい、教育を語る会というのがありまして、ね、その中であの体育館改築の時は、はい、ぜひ日常の木を使ってほしいという声が出まして、ね、その話はあの自然の森管理委員長さんの方からお聞きしまして、ね、それが始まりです。なるほどね、うん、まあこれあれですね、まあはいよっていうわけにはいかないですよね。やっぱり自分をどこへ持っていけばいいかっていうのはあるじゃないですか。そうですね。どういう形で持っていかれました。あの平成27年にですね、うん、体育館改築に伴いまして、はい、今現在の防球ネットの移設工事を当社で受注しまして、うんうん、その時にあの教育委員会さんはじめ、うん、発注者の長野市建築家さんの方と、うん、ぜひ日常あの小学校の体育館改築の時は日常の木を使ってほしいっていう、うん、お話をしました、ね。ああ、なるほど、はい。防球ネットってあのあれ？あのバックネット。バックネットのことね。そうですね。はい。あ、それ言うと防球ネットっていうの、はい、わかりました。で、これあれですかね、スムーズに話進みました。どのぐらい期間かかりましたですか。それ決まるまで約半年近く、あの話してずっと通い詰めながら何回か打ち合わせをしまして、どんな木が何本ぐらい使えるのかとか、そんな話をずっと打ち合わせをさせてもらいました。なるほどね。うーん、これもあれですかね、やっぱりその決定するまでの間ってやっぱりあれですか、決定してからあの半田さんの方へお話ししに行ったってことでいいですか。そうですね、一応あの建築家さんの方で、うん、じゃあ採用しましょうということで、うんうん、それが決まってからあの自然の森管理委員長さんの方と一緒に財産区さんの会議に伺いまして、はい、あのぜひ原木の寄付をお願いしたいということをお願いいたしました、うん、はい。まあ、それをお聞きして半田さんいかがでした。いや、もうどんどん使ってもらいたいということで、ええ、地域のためならいくらでも惜しまないと、はい、わかりました。あとあれですかね、この、まあ、財産区の方としてもあの取り組みって1年間の取り組みみたいなのあるじゃないですか、はい、こういうのは大まかに言ってどんな形で動いてるんですか。毎年あの財産区は議会制ですので、3月の定例議会で1年のスケジュールを決めさせていただいてます、うん、はい。それで一番最初は、まあ、先ほど言ったキノコの駒打ちとか、PTA の草刈り、林道の草刈り、植栽地の下草刈り、はい、それとうちのもあの地域区長さんが7人かや、6人何人だね、うん、7人おいでになるんで、区長さん家にもですね、うん、日常財産区っていう山はどういう山だからね、勉強してもらうために毎年1日ボランティアで、うん、カラマツの中の、うん、伐採とか、うん、まあ、今回は植栽地がいくつもありますので、うん、下草刈りをしていただくという予定でいます。なるほどね、はい。まあ、そうやって皆さんに伝承していくみたいな形なんですね。そうです、はい。今さっきおっしゃってたの財産区のログハウスもありますよとおっしゃってたよね。あの、まあ、これちょっと今写真で見ましたけども、これいつ頃できたあれですか。ログハウスはですね、うん、平成2年にですね、ええ、あの設立だね、建設竣工したんですよ、ええ、その前にその当時市長は塚田佑さんでね、ええ、まあ、佑さんだいぶお力をいただいたんですが、うん、あれ3年ぐらいかかったんですかね。あ、そうですか。各地区から1万円ずつ寄付をいただいて、ええ、それと市からの補助と、はい、財産区からの補助と、
を使って今のログハウスとあのこの広場の整備を実施しました。なるほど、はい。まあ、これ見るとあれですね、ログハウスの他にキャンプ場みたいなのもあるので、はいはい、まあ、これ、これ宮の平自然の森キャンプ場みたいな形ですね。そうですね、そういう形でいいですね、はい。これまあ今申し込みこれからいいかなと思うんですけどもね、そうですね、来ますね、申し込んでいただければいいんですけど、この西条の岸田商店さん、このお宅に、申し込んでいただいて、活用していただければいいかな。まあ、お値段的なものも結構安く、ね、できるらしいですのでね、ちょっと確認していただければいいかなというふうに思いますね。さてさて、吉重さん、あれですね、この西条財産区の原木の寄付って承諾後、あといろいろとやらなきゃいけないことってあるじゃないですか。それはどんな形でやられましたか。そうですね、一連の流れっていうかね、まあ、原木を寄付していただくことが決まりまして、ね、たまたまその時に長野森林組合さんで伐採をしておりまして、伐採の方を長野森林組合さんにお願いいたしまして、はいはい、うちの方で、その原木の運搬地蔵峠頂上ぐらいですね、うん、そこら辺から八幡原の坂田木材さんまで運びまして、うん、坂田木材さんで一時製材をしております、うん、で建築家さんの方の話で、うん、一時製材までしてもらうと、あとは長野市の方で、うん、やってくれる製材仕上げをするということで、でもあれですね、やっぱり吉木さんちもこれ長野特権さんっていうあれがあるから、いろんな重機があるってことですか。そうですね、たまたまそういうタイミングがありましたんで今回こうちゃんと使ってもらえるようになったと思います。いくつぐらいかかりました、運ぶのに。運ぶのは1日というか3往復ぐらいで OK なんです。そうですか。まあこれ結構また何社長さん自分でやられたの、それともやっぱり他の従業員さんが引く、自分で自分一人でやった、自分で自分でやりました。そうですか、はい、はい、ご苦労いただきましたね、はい。あとこれあれですね、その体育館のそのあと使ったまあ、体育館、古い体育館を壊したっていうんですよね。でその後なんか活用しなきゃいけないとかっていうので、 これもなんかちょっとこれも説明していただいていいですか。そうですね、うん、学校の方とですね、うん、古い床材で何か記念品を作りたいということで、はい、これも改築の時にですね、はい、こう何かいいものを作ろうということで、うん、全て手作りで写真立てを作りました、はい、はい。でこれは刻むのはうちの会社の方でやってるんですが、うん、組み立ては学校の校内作業の時に、うん、お父さん、お母さん、子供と親子で、うん、組み立てをしております。あ、なるほどね、はい。でこれ皆さんあれですか、無料で配布。これそうです、子供たちには無料で配布と、うん、あと竣工式の時にも、うん、お配りしております。あ、なるほどね。まあ、結構皆さんあれですよね、ちょっとこういうのもいろいろとね、作られるっていうのも大変は大変ですけども、まあ記念としすればいいですわね。あとこれ完成までの間って何回もお話あれですか、こういう学校の方に行ったりとかってやらなきゃいけないじゃないですか。打ち合わせみたいなものって どうなんですか、何回ぐらい行かれました。この写真立て、うん、写真立てみたいな。写真立ては教頭先生が非常に人を動かすのが上手なお方でありましてまあ、この木札にしても、うん、この刻印が古いものが出てきたということで、これはうちの会社の方で、うん、有志のお父さんお母さん集めまして、ね、こうみんなで刻みながら刻印をして、うん、穴を開けてというような作業をしました。うん、まあ、あとですね、これは一通り終わりまして、これでまあ完成っていう形でですね、これはまあ新聞に載ったのをちょっと引用させていただくんですけど、まあ、子どもたちがこういう杉材のところを見ながらやっていた、まあ、こういったあれですね、吉池さん行かれた時どうですか、完成した時の感じっていうのは。初めて見た時は非常に感激しました。そうですか、素晴らしい、想像してたものより素晴らしい仕上がりになってました。なるほどね、非常に感激しました。あ、そうですか。半田さんいかがでした。半田さんも行かれた。私は ね進行式に見させていただきました。はいはい、杉の節をね、うん、活用して生き生きとなんかできてるなと感心しました、うん。なるほどね。これ見て、まあ、子どもさんちこれ結構楽しいような感じなんですけど、その自分たちの気持ちってどうでした。半田さんいかがですか。まあ子どもたちは喜んでるんじゃないかと思うんだけど
屋敷さんいかがでした？地元の木を使ってもらったから。この写真ね、見てもらうと分かるよ、うん、子供たち非常に、うん、喜んでおりまして。なるほどね。分かります。あとあれですね、まあ、こういったことができて、まあ、あと子供さんたち、これからいい思い出として残るんですけども、まあ、お二人にお聞きしたいんですけど、これからまあどんな形でね、こういったその体育館にしろ、まあ、西尾小学校ですね、使ってもらえればいいかなっていう、ちょっと一人ずつ半田さんの方からお話をお願いできますか。まあ、西尾小学校も今年50人くらいだったっけね、生徒。そうですね、だいぶ減ってるんで、はい、まあ、できれば新しい体育館を目指して、はい、一人でも二人でもね、はい、いい体育館出して来てもらえば本当に嬉しいですね。うん、なるほどね。吉木さんいかがですか。ね、ちっちゃい小学校なんで、うん、地域の方々、うん、お世話になることが多いんで、ね、人に感謝するということを忘れずに、うん、なるほど、新しい体育館もね、大切に使ってほしいですね。わ、はい、うん、かりました。今日はもういろいろとちょっと話を伺いましたけれども、まあ、この西尾の体育館に杉材っていう形ですね、地元のものを作ったっていう形で、まあ後世に残っていくっていう形でね、ありますんでね、まあ西尾財産部もそうでしょうけども、これからまあ引き続いてまた動いていかなきゃいけないことなんですけども、まあ皆さんも頑張ってやっていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや素晴らしい。やっぱりね、杉はね、柔らかくていい、うんうん、気持ちまでね、柔らかくなる。そう、うん、いやね、いいね、うん、あん中で酒飲むといいかもしれないね、杉の中そうか、学校ではちょっと無理だね。はい、ということで、はい、じゃあ、今度はね、これ今日ちょっと入ったばっかですけども、うん、中学校ですね、まあ、卓球クラブっていうのがあるんですね。これどこにあると思います？書いてないの、うん、これね、福祉寮にあるの。はあ、うん、ね、うん、福祉寮さんでね、中学行ってもね、ないとかねっていうのがあるんだって。卓球、うん、でね、松代でも卓球クラブやっぱり長く続けていくにはどうするかっていうのはね、だから小学校中学生、これはね、平日と祝祭日、これね、募集してるんですって。うん、松代ジュニア卓球クラブってなってね、これね、申し込みはね、福祉寮さんの方へ申し込んでいただければいいかなというふうに思います。うん、これね、大会いろいろあるのでね、新人大会だとかってあるので、こういったところでね、結構楽しみながら、はい、やれればいいなという形で、お問い合わせは福祉寮さん、お願いしたいと思います。はい、ね、はい、ぜひ申し込んでいただいて、ね、はい、で続いて来週ですね、はい、来週ですね、はい、私じゃないね、宮坂さんだね、私ですね、はい、はい、どうぞ。ですね、うん、多分ね、こう、お名前をね、お聞きするとね、うん、テレビでよくやってるね、うん、あの人は今とかね、そんな感じで、出てくると思うんですよ、うん、皆さん、まあ、我々の年頃の方はですね、うん、多分皆さんご存知かと思うんですけれども、うんうん、千葉ひろ子さんね、うん、お聞きすると、うん、はあ、あの人かっていうふうにね、うん、皆さん、思い出すと思うんですけども、千葉さんはですね、うん、日本でですね、うん、最初に女性でオリンピックに出場した方なんですよ、うん、札幌オリンピックでね、うん、クロスカントリーでね、うん、でそのようなお話からですね、千葉さんは、まあ、たまたまちょっとね、お仕事の関係でね、つな、がりがあってね、 お話したらですね、うんうん、ぜひ、松代と、ね、結構つながりがあってですね、あ、そうか、オリンピックからですね、うん、札幌オリンピック、そして長野オリンピックですね、うん、その時にもね、うん、村長さんやっと、
ああオリンピック村のね。そうオリンピック村。なるほどなるほど。そんな関係で松代との結構つながりがあってですね。あそうかね。そのようなお話をね、うんお聞きしたいと思います。15分じゃ足りないかもね。ちょっとじゃ あの1時間ぐらいやつ。あやめてくんない。ちょっと無理だ。はい、はい、それは無理ですね。まあ、じゃあ来週はそんな形でお話だね。お話ね伺いたいと思うんですよ。わ、はい、かりました。はい。ぜひね楽しみにしていただきたいと思います。はいわかりました。はい、じゃあ選手役員としてオリンピックに関わってっていう形でね。うん、そうですね。はいわかりました。ということで。来週のしゃべくりの松代どうぞお楽しみによろしくお願いします。